こんにちは。深瀬亮介です。朗読を始めます。理想。彼女はコップをつかむとぐっと一息。朝日を感じて椅子にもたれかかる。ふうと一息吐いて目に輝きを灯らせる。今日からまた仕事が始まる。 仕事は楽しい。今の仕事を好きになれたから。収入もそこそこあって、みんないい人。嫌なこともあるけど、光は見失わない。幸せな朝食を済ませて、彼女は椅子から立ち上がり、身支くする。昨夜聞いた歌がまだ耳に残ってる。 穴歌に乗せたら、おとりがさえずる。外に出れば、カラスが出迎え。カーカー泣いて、同じ行き場所へ飛んでいく。おはよう、カラスさん。彼女は、そう言って、乗車。人には、笑顔で挨拶して、向こうも、笑顔を返してくれる。仕事仲間とは、 友達のようで、できないことをお互い助け合う。知ってることは惜しみなく教え、教えられたらありがとうという。仕事が終わり、今日もよく頑張ったと言って、一番星と月を見つけて、好きな音楽をかけて赤信号で止まって耳を傾ける。ただいま。 我が家について綺麗な玄関が出迎え今日は質素な夕食を美味しいと言って食べ今日のご褒美はスーパーで買ったショートケーキ2個あるから明日も食べれるやったー彼女はお風呂に入り神に感謝を捧げる外で静かに虫が鳴いている 元通りになった体はほとんど虫が癒してくれた。本を読んでいたら眠たくなってベッドに行ってセットされたベッドメイキング。きっと彼女をずっと待っていた。体が沈み込むのを感じて電気を消す。おやすみみみんな。今日も一日が無事に終わった。 以上です。ご視聴ありがとうございました。ではまた。